こんにちは、大友純です。今日も Vlog 撮っていきます。よろしくお願いします。今日はですねなんか一人でずっと格闘してたんですけど、なかなかちょっとうまくいかずに、このアトモスのね、忍者ウルトラなんですけど、これのね、アクティベーションとかこうファームウェアのアップデートとかやってたんですけど、なかなかこううまくいかずにちょっとね苦戦してました。まあちょっと諦めたところもあるんですけど、まあちょっとこれは後ほど紹介するとして、今日はですね、ライカの話をちょっとしたいなと思ってまして、皆さん噂を信じちゃいけないよってね、噂サイト見てたりされてますか？僕の使ってるこのね、ライカの Q3 ですね。Q3 の新しいバージョンが噂になってますよね。っていうか、明日もしかしたら発売日になるかもしれないみたいな話も出てきてますよね。で、このライカの Q3、まあ Q のシリーズっていうのは、だいたい 28mm のあのズミルックスのレンズがついてるんですよね、もともと。今回噂されてるのが、アポズミクロンの 43mmF2 アスフィリカルのレンズがついてんじゃないかっていう予想が立ってますね。で、マクロモード付きみたいです。43mm 欲しい人すごい多いんじゃないですかね。でも 43mm っていうと、もう明らかにもう自撮りカメラではなくなりますよね。ほぼほぼね。うん。あの手持ちで自撮りとかもできないような、あの焦点距離になるので、まあ 8K が撮れるとしても、もう自分を動画で自撮りで撮るようなもう想定じゃないんでしょうね。でも 43mm で写真撮りたいっていう人は結構多いような気もするし、アポズミクロンですごいね、もうカリッカリな、もう6000万画素、ザ6000万画素にアポズミクロンカリッカリでみたいな感じの、写真が撮れるかもしれないですし、欲しい人は多そうですよね。僕は買いません。買えません。正直ね、もうちょっと僕は広角の方が欲しいんですよ。28mm より24mm の方が嬉しかったぐらいだし、そう、やっぱりね、写真をメインに考える人が 43mm とかなんですかね。僕は動画もやっぱり撮っていきたいし、そう、Vlog 機としてね、あの自撮りもしたいっていう用途で 28mm の方を使ってるんで、まあ 43mm、アポズミクロになったとしても 43mm は別に、そこまで触手は伸びないかな。別に買い替えるほどでもないし、まあズミクロンのこの 28mm っていうのも新しい設計のレンズには なったら嬉しいなとは思うんですけどね。一応ボディがグレーの革張りっていうことみたいですね。グレーはまあクールでかっこいいですね。まあこれもすごいね、あの争奪戦が予想されるので、あのぜひね、あのライカの Q3 とか追ってる方はあのチェックされるとよろしいんじゃないでしょうか。で、また Q のちょっと話ですけれども、僕があのこのね、あのスキンシールを前つけたって話をしたと思うんですけど、これアリエクで買ったんですけどね。でその時の残骸が出てきてこんな感じで、でここのね、白くなってるところはもう全部使ったってことなんですよね、シール。でこのメインのところ、あの底面とか、あとこう上面のところの広い面のシールっていうのは、あの一応こう予備として、あのこれぐらい余った感じで予備としてあるので、まあ一応ちょっとは失敗もできますよっていう感じはありますね。でこういうレンズティッシュっていうのがついて、あの綺麗にできたりとか、あとはあの、まあ、全部中国語ですけど、こんな感じで取扱説明書の、このシールが何番でここに貼りますみたいなのも簡易的なものでしたけどありました。そんでピンセットもついてました。はい一応こんな感じで、あのスキンシールはね、僕結構おすすめなんで、あの皆さん貼れると個性が出てよろしいんじゃないかなというふうに思います。で今日の本題なんですけれども、これですね、忍者ウルトラ、アトモスの忍者ウルトラ、これもあのしばらく買って、あの置いといてて寝かしてたんですけど、そろそろもうやんなきゃいけないなと思って、あのバックアップのね、動画のバックアップも取れますし、そろそろ稼働させなきゃなって思ったところで、ファームウェアのアップデートとか、あとアクティベーションとかやってたんですよ。でローで収録できるんですけど、あ、物がこれなんですけどね、じゃじゃん、ものがこれなんですけど、一応あのプロレスローで収録できるようにもできますし、あとはね H.265 とかもあのできます。はい。でローのね、アクティベーションがちょっとね、あのどつもりハマっちゃって、でちょっと分かんなくない、ロー ID のね入力とかもいろいろあるんですよ。でそこら辺がちょっとねつまずいちゃって分かんなかったんで、うん、まあとりあえずその今日はちょっとスキップして H.265 だけアクティベートしました。アクティベートはもう H.265 で HDR で撮りたいっていうのは僕の希望なので、これで今日ちょっと撮りたい
ちょっと試してみたいっていうのが一つ。あとはなぜ Q3 とアトモスがこうやってつながってるかなんですけど、これがですね、なんと僕は普段あの Q でも HLG で撮ってるんですよ。あの HDR の動画としてね YouTube でアップロードしてるので、まあ HDR であの HLG で撮ってますと。でこのアトモスの忍者ウルトラっていうのも、HLG で収録できるんですよね。そこら辺も僕が嬉しいポイントであって、で一つねずっと気になってたことがあって、これってねマイク端子があるんですよ。マイク端子、そうで、このマイクの端子を活かすことができるんじゃないかなって考えてたんですよ。で例えばこういう僕が使ってるワイヤレスミーをここにガシャンって挿して僕にここでつけたら、絵は Q で撮って音はワイヤレスミーで撮れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。 Q は外部マイクの端子がないんで、これさえかませばマイクが 3.5mm 接続のマイクが使えるというふうな形になるんじゃないかなというふうに思ってちょっと試してみました。それを今からご覧いただければと思います。どうぞ。はい、今 Q3 の本体で撮っております。本体のこれは内蔵マイクで撮っております。はっはっは、マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツーで、ここから収録を忍者の方に切り替えます。マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツー、今ロードのワイヤレスミーで喋っております。ライカ Q3 の HDMI オーディオアウトはオフにしております。したがって映像のみ忍者の方に来ております。で音声は今ワイヤレスミーを忍者の方につなげております。喋っております。はっはっは、マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツー、いかがでしょうか。これをちょっとカメラに移します。でトントン叩きます。はい、音声入りましたでしょうか。はっはっは、マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツー。はい、いかがだったでしょうか。しっかり外部マイク使えてましたね。これすっごい嬉しい話で、 Q3 で外部マイクって今までずっと使えなかったんですよ。で例えば今ワイヤレスミーで喋りましたけれども、今僕が今収録してるこのマイク、ゼンハイザーの MKE600 とかを 3.5mm の端子つけてこれにつけちゃえば、もうバッテリー駆動でね、あの乾電池駆動でいけるんで、アトモスを返せば Q3 の収録でもこういうあのガンマイクが使えるってことになります。これね、今まで YouTube 上でやってる人いないんじゃない？僕はあの数少ない Q3 で動画を撮る人間ですからね。一応ね、こういうのができましたっていう今日はお話でございました。はい、いいね、評価とチャンネル登録とぜひぜひよろしくお願いします。カメラ、写真、映像、あとは地元の湘南のことなんかをね、 Vlog とか家族 Vlog ってものを通して発信していきます。大友潤でした。さよなら。